こんにちは。日本語教師、そして伝わる話し方ナビゲーターの古田智美です。日本語教師という仕事の名前を言うと、どうしてもどんな仕事って聞かれることが多いんですが、外国人の方に日本語を教えて、日本語を伝えて、話ができるように、日本語でコミュニケーションできるように、応援していく、そういう仕事です。それからもう一つは、日本人同士もやはりコミュニケーションするときにいろんな悩みがあったり、伝えたいのになかなか伝わらないなんていう思いを持っている人がかなりいらっしゃるっていうのを耳にします。そんな人たちが伝わる喜びっていうのをね、知っていただけたらと思ってお手伝いさせていただいています。今一つ思っているのは、日本にいらっしゃる多くの外国人の方、その方々がコミュニケーションを取るのに大変困っていると。外国人の方も困っているし、日本人も困っている。その方々とコミュニケーションを取るためにはどうしたらいいのかっていうので、英語、そしてその方々の国の言語、それ以外にもう一つ日本語っていうのを提案したいなっていうふうに思ってるんですね。でも普段使ってる日本語だったらなかなかハードルが高いっていうふうに思うと思うので、少し外国人の方に配慮した日本語っていうのを、日本人が少しの努力っていうか配慮で身につけられたら、それをその優しい日本語っていうんですけれども、その優しい日本語を使って外国の方といいコミュニケーションが取れるんじゃないかなっていうふうに思っています。それを広めたいです。Facebook ページ、Facebook に Facebook ページを使って作っています。古田智美の、言葉の魔法、日本語で伝わる思い、古田智美の言葉の魔法というページです。どうぞよろしくお願いします。